皆様こんにちは。ピアノの時間、平田真希子です。音楽には八丁調だけでなくいろいろな調整があります。なぜ八丁調だけでは用が足りないのか、八丁調だけなら発見だけで簡単なのにと思われる方もいらっしゃるかもしれません。スケールの話をエピソード2でした時も、非和製音の音をエピソード3でした時も、みんな波長調を使いましたね。でもエピソード2でお話しした時に、7つの音、スケールの中の7つの音にそれぞれ性格、役割、そしてお互いへの関係があると言った通り、調整にもそれぞれ性格、役割、そしてお互いへの関係というものがあるんです。例えばシューベルトの作曲曲に変徒長調という大変変わった調整の曲があります。変徒長調というのはフラットが6つもある複雑な調整なんです。そのために出版社が売れなくなるのではないかと懸念して勝手に徒長調に変えてしまいました。徒長調が陰りのある調整なのに対して、徒長調というのは明るく抜けていくような調整なんですね。それではお聴きいただきましょう。シューベルトの即興曲、作品90の3番、変徒長調です。お楽しみください。ピアノの時間、平田真希子でした。ありがとうございました。